はい、イぞログです。<laughs> はい、今日も、まあ、わびしく、えー、夜ご飯です。<laughs> はい。いや、まあ、今日、<coughs> 今日の夜ご飯夜ご飯じゃねえよ。八九条ね。えー、九条できたと思いきや、 あの、本来足でこうカチって踏むタイプのあの、蹴りのやつを、あの、ぶら下げたんだけれども、ちょっとあれじゃね、足で踏み込まなくちゃいけないから結構強くこうカチって握らなくちゃいけないよね。だからそれがちょっと力弱くて、帰ってきて、取った時に少しのがまだプシュって出たからさ、自分の顔ちょっと殺虫剤かけちゃったからさ、自分でぶっかけちゃったから <laughs>。 だから、あれもしかしてると思って、もう一回ちゃんとぶら下げて、思いっきり、カチッってこう、ちょっとレバーを潰すくらいまで握り、握った感じかな。でそしたらもう一回武将ュって出たから、ちょっと、失敗。でもまあ、一応ね、軒下には、ふん、あのー、霧のやつが、入ったから、多少はね、良くなるとは思うんだけど、で、 それやった時にちょっと一個気づいたんだけど、もしそのの、通風口の近くに蜂の巣がないんだったら、正直あれは無駄になったよなっていう突っ込みが入った。うん。だから多分床をはぐって、巣がどこにあるかを、ちゃんと見ておかないとダメだと思う。あれは。だから、もしかしたら巣の近く、巣がね、 近くにあればいいと思うんだけど、うん。ダメだった場合はちょっとあれ、無駄になったかもしんないね。スカだね。うん。まあそういう時もあるよね。ちょっとカミソリでここやっちゃったからさ。はぁ。まあこの生活、あとは車も壊れてきてね、どん、どうしようかなって感じ。正直ね、 静岡の方に、まあ、住み込みの仕事が決まってはいるんだけど、住み込みの仕事の癖してさ、家賃取るんよ。だからそれはね、正直行きたくないんだよね。だから蹴りたいんだから、蹴りたいので、ちょっと、探してます。<laughs> まあな、とにかく来年まで、辛抱だな。辛抱だよね。で、あと YouTube でも結構、ね、この、真っ暗なランタンの明かりね、 これね。百均の。で、あの、こうやって喋ってんのが斬新らしいよ <laughs>。ただ、お詫びしいだけなのにさ <laughs>。まあ、とにかく来年、来年帰ってきたら電気だけ通して、えー、チェーンソーを動かす、電気式のチェーンソーを動かせるようにして、まあ、柿の木の伐採からやっていく感じなんで、まあ、とにかく、働くのは嫌だけど、まあ、頑張るわ。 やっぱりその、働けるか働けないかによっても、働ける場所と働ける仕事っていうのは分かれるんで、それがようやく自分で分かってきた感じだよね。やっぱりそのブログのタイトルにあるように二足のわらじを、まあ今ここの拠点買った家をね、あの、ピボットの、まあピボットよ好きだなってよくね、言われるんだけど、まあ軸足だよね。拠点にして、もっともっとこう、 増やしていけたらなっていう感じです。はい。なのでちょっと、蜂駆除は、また来年まで持ち越したと思います。で、ちょっと、腫れるもんだったら、通風口にも蜂が入れ、蜂とか猫が入れないように、メッシュのなんか網みたいなのをね、もう備え付けで付けてしまいたいよね。だって床はぐって数ありましたっつったら、シャレにならないからね。 うん。なんで、ちょっと床をホール層で穴開け、あのー、ホール層かなんかで穴開けて、まあ、結構でっかい直径15センチくらいの穴で、で、そこにあの業務用のバルサンバーンって突っ込んで、そんで蜂が入ってくるのに蓋して、あのー、床下をバルサンの煙で黙々にしない、位置してからだね。 ちょっと怖い。で、いや、天井の裏のスズメバチでかい。なんかね、一匹だけ蜂激トレの中に入ってたんだけど、4センチぐらいでかいんだよね。あれなんだろうね。爪赤スズメバチだっけ外来種の。でもあれ東北にいるのかねでもね、でかい。大オオスズメバチよりもでかい、あれは。まあ、大スズメバチかな。で、まあスズ、すず、蜂が嫌いなんで、 とにかく、蜂との共存はしません。ここの家買った時になんか、前の売り主がなんかね、まあどうせ自分のもんじゃなくなるからさ、いいや、みたいな感じで投げやりで言ってたんだろうけどね。まあ蜂、なんかこれ蜂が嫌だから蜂に結構敏感にね、反応してたんだけど、いやまあ蜂とも共存すればいいんだよ、そうやって。駆除しようとするから刺されるのとか言われたけどさ、いやいや、ふざけんなよ、こっちだって荒ラフィラキシ持ちなんだからさ、っていうね。<laughs> まあ、今俺のもんだからどうでもいいんだけど。まあそんな感じでぼちぼち八九条と、あとは畳を裏返して出ていかないとかな。まあそんな感じでぼちぼちやります。じゃあまた。